皆さんこんにちは、デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道弘です。歯科衛生士のマンナです。本日は今さら聞けない歯科知識コーナーということで、こちらのご質問をいただいております。炎上カリエスがないのに塩化カリエスができてしまう原因と TBI 対策について教えてくださいということで、先生いかがでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。この衛生士さんもですね、非常に一生懸命臨床に取り組んでるんだなというのがこの質問から伺いました。であまり多くはないケースだと思うんですけども、考えられるものをご説明したいと思いますので、ホワイトボードでご説明しますのでご覧ください。では塩化カリエスができる原因ですね。ちょっとその患者さんの口腔内見ていないので、特定はできないんですけども、いろいろと推察できることをご説明していきたいと思います。私のこの臨床実感からもご説明していきます。でこういうふうにですね、塩化カリエスできているときに、まず確認するのが、他のところの部位はあまりカリエスがないということなんですけども、例えばですね、これ禁煙心的にこうマイクロプラクが入っていることとかがあるんですね。そういうところをよく見てみると、このマイクロプラクっていうのは細菌にとっては結構こう幅が広いので、この中に細菌が入り込んで、このマイクロプラクを伝って塩化カリエスができてしまうといったケースもあるように思います。でそれ以外にもですね、例えばこの CR が歯茎部のところに充填してあるような状態で、経年的な劣化でですね、ここの封鎖性が悪くなって、ここから細菌が入り込んでカリエスができてしまうということも一つ考えられるかなと思います。でそれ以外にもですね、例えば保鉄物があって、このマージンのところが非常にこう不適合なマージンのところがありますと、ここがプラクリテンションファクターとなりまして、塩化カリエスになってきてしまうといったケースもあります。ただ基本的にはこの歯肉の炎上の部分と塩化のところっていうのは、いる細菌の層が違うんですね。皆さんご存知の通り、歯肉炎上のところは好気性菌がいて、塩化のところは嫌気性菌がいるといった環境になります。でポケット内部っていうのは酸素濃度がだいたい 1% 未満になってきますので、好気性菌が基本的には住みにくい環境になりますので、まあ、先ほど申し上げたような原因以外でシンプルに塩化カリエスになるっていうのは考えにくいかなというふうに思います。そしてですね、 TBI の対策について教えてくださいということなんですけども、基本的にはカリエスリスクの高い方に対する対策と一緒でいいと思います。まずは食事指導、食事をどんな、例えば甘いものを取ってないか、飲食してないかってことをヒアリングして、摂取しているようであれば食事指導をしっかり行うということですね。でそれ以外にもですね、ブラッシング指導はもちろんのこと、フッ素応用、フッ化物応用をしっかりしていくってことが対策の一つになるかと思いますので、ぜひ実践してみてください。先生ありがとうございます。塩化のカリエスってすごい見つけにくいと思うんですけど、どうやって見つけるのがいいんでしょうか。はい、まずは衛生士さんが探知力を上げるということなんですけども、結構若手の衛生士さんはそれ、粉便の状態がこう飛び出ているのかへこんでいるのかってことすらちょっとわからないって方がおられるので、まずは探知力を鍛えてカリエスでへこんでないかっていうのがわかるようになるってことが一つです。でもう一つは結構デンタルでですね、確認していただくのが一番有効かと思います。まあ、口浴法ないし、まあ、局所的に普通にデンタル取っていただくのでもいいので、そのように確認をしてみていただけたらと思います。でデンタル所見はですね、必ず歯科医師に診断をしてもらってください。衛生士だけで確認をするということではなく、最終的な診断は歯科医師になりますので、そこの辺だけ押さえておいてください。そして塩化カリエスがあるところというのは、ポケットが深くなって BOP が止まらないといったこともまりあるんですね。でそういったところも、プロビングの検査からも拾い出せることもありますので、プロビングの検査も慎重に行ってみてください。ありがとうございます。ぜひ皆さん、明日からの臨床にお役立てください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきたいと思います。質問がある方は質問フォームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。